山本町の災害がれきはですね、数量にして74万トンというようなことで、これは町の通常ベースで考えまして、140年分に相当する膨大な量でございます。1日最大300トンをですね、24時間体制で今処理しておりまして、予定としましては26年の3月までに全て処理を予定していると。町外に、持ち出しをして処理しなくてもいいような状況かなというふうに思ってましたですね。より安全な場所への集団移転というふうなことを今対応しているんですけどもね、これは対象者は約1400世帯ぐらい、1400、はい、いらっしゃる。いわゆるその町で土地を用意して、分譲するという形の団地にお入りいただく方、360戸分ぐらいあるのかな、あるいは、災害公営住宅ですね、これが約600戸分ぐらいの整備が必要なのかなというふうに思っておりまして、最終的には27年度中には全部こう移転が完了するような、そういう計画になります。JR さんも内陸の方に約1キロほど移設していただく、でそこに新駅ができるわけですけども、町としてもその新駅を獲得した新しい市街地を、2つの駅があるんですけどね、これは新山下駅が40ヘクタール、新坂本駅が10ヘクタール、宮城美容院がございましてですね、ここは保健福祉医療ゾーンというようなことで、3つのこのエリアを中心としたコンパクトシティのですね、考え方をそこに打ち出して、震災前の課題整理、それからそれにプラスして震災後の大きな復旧復興と、課題がもう膨らまってしまったという、2つに重なっている感じなんですね。だからうちはね、今回の復興計画っていうのは単なる復興計画じゃなくて、町のその発展計画でもあるんですよ。そうですね、もう一回作り直すっていうか、元に戻すっていうことではないっていうことなんですね。